信機の信号は正常だった。うん、問題あれへんよ。司教様とも挨拶しといた。よし。あなたはどう？戦闘準備はできたかしら？準備できたら出発する。いっけ。司教様、見ての通り半空の台に到着しました。これらのレンガはもともと存在しなかったのですが、私たちが前に進むと上から落ちてきて先につながる階段となりました。相手は私たちに気づいていると思います。ですが司教様、まあ聞こえていないはずだ。すまない、教えておいた方がよかったかな。誰や。勝手に決めつけないでくれたまえ。沈黙を保とうとしたが、君たちがあまりにも遅くてね。慎重はいいことだと思う。だが安心してくれたまえ。この道は君たちを僕のところまで導いてくれるから。だから早く来るといい。君たちを待っている。わかった。すんなまいきやな。ほんまに行ってもええの？他に選択肢はないからね。了解。今の高さだとイカロスの降下システムを使っても、わかった。安全に着陸できるかわからない。博士のフィールド発生機がまだ無事やったらいいのに。この道は前にも歩いたような。気のせいか。わかった。ようこそ、天命の子供たちよ。待っていたぞ。君たちに礼を言おう。君たちのおかげでやっと断りの律者を誘い出せたからね。この件に関してとても助かったよ。ルケニ、君のしもべを僕に貸してくれ。恩人たちをもてなそうではないか。了解。ふっふっ。おや、見たことのない顔が見たり。伝令は今、男性も採用しているのかい？アスラナ家の一人は見えないな。久しぶりだ、大殿ネイさん。一瞬わからなかったよ。そうだ、思い出した。ルケニー、君の将軍に気をつけてもらうがいい。あれはかつての雷の律者だからな。そのエネルギーは貴重だ。この機会に奪うといい。これだけ。うちのことも何か言ってよ。隊長、チャンスよ。今よ。チュー、アッパーカット。はぁ、カラビ。
一つ貸しだぞ、ルケに。危ない。大丈夫。私の隊員を傷つけさせない。うん。君の言う通りにしよう。最も厄介な敵は優先的に片付けた方がいい。そうだろう。彼女の律者エネルギーは価値がある。少しも残すな。ここは君の将軍に任せた、ルケニ。行こう。天上の人のため星の扉を開けようじゃない。まずい。その件は天命の科学研究部があなたの体質をもとに特別に作ったものよ。それは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収、蓄積、放出することができる。覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。だから約束して、無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。すみません隊長、約束したこと守れそうにありません。人化試練、崩壊エネルギー封印、完全解除。
長。